北海道二見郡八雲町、日本で唯一太平洋と日本海の2つの海に面している自治体です。豊かな自然を生かした酪農、農業、漁業などの一次産業が盛んに行われています。また近年は木彫りの熊発祥の地としても注目を集めています。人口約1万5000人の小さな町ですが、毎年夏には町民が心待ちにしている祭りが開かれます。八雲山車行列は沼田町ヨウタカアンドン祭りと知床シャリネプタとともに北海道三大アンドン祭りと称されています。各団体が思い思いに山車を制作し、町内を練り歩くイベントです。毎年7月の第1金曜日、土曜日の2日間盛大に行われ、町は行燈の幻想的な光に包まれます。4年ぶりのフル開催ということで、昨年1日だけ の縮小開催で、それでも町民の方々がものすごく喜んでいただきまして、またコロナ前の状況に戻って、本当に町民が楽しみにしている、お祭りになるなというふうにでおりました。鉄道運輸機構、八雲鉄道建設所、北海道新幹線の新函館北斗札幌延伸に向け、八雲町内の駅1工区、トンネル9工区、高架橋2工区の建設管理を担当しています。私たち八雲鉄道建設所は2017年より山車行列に参加しています。これまでは既存の山車の引き手として参加していました。今年度第39回目のお祭りは4年ぶりの通常開催ということで、チーム新幹線として山車を制作してみませんかと山車行列実行委員会からお誘いを受けました。不安もありましたが、新幹線工事に対して皆さんに関心を持っていただけるいい機会と捉え、挑戦することにしました。町内で新幹線工事の施工を担当している JV とともに、八雲鉄道建設所工事安全推進協議会として参加しました。新幹線工事の安全推進活動は機構と JV が一体となって取り組む必要があります。そのため山車の製作から運行までを機構と JV が協力して取り組むことで、互いの連携が深まり、ひいては日々の安全推進に寄与できるものと考えました。この動画では山車の製作過程や当日の様子を紹介します。ぜひご覧ください。新幹線山車のイラストは、将来八雲町を走る新幹線と八雲町の名産物がたくさんの人を笑顔にする光景をイメージして、私たちがデザイン案を作成しました。その案をねぶた絵師である成田源節先生にお渡しして描いていただきまして、あの新幹線山車が完成しました。天候にも恵まれ、無事に
第39回ヤクモ出し行列1日目を終えることができました。ヤクモ鉄道建設所工事安全推進協議会の皆さんです。みんな盛り上げてくれるかな。使用した出汁が高さ6メートル近くあるので、絵を貼り付けるときにとても苦労しました。出汁の制作期間中は大変でしたが、開業後、地域に愛される新幹線になればいいなという思いが、思いを込めて頑張りました。来年度以降も試行錯誤を繰り返しながら、工事安全推進協議会全体で、ヤクモ出汁行列を盛り上げていこうと思っております。出汁の制作段階から関わらせていただきまして、初めてのことばかりで大変でしたが、工事安全推進協議会や出汁行列実行委員会の方々のお手伝いもあり、無事最後まで走り切ることができました。準備期間も含めまして、地元の方々とたくさん交流させていただくことができたので、地域のつながりをより一層深めることができたと思っております。札幌まで新幹線が延伸すると、ヤクモから札幌までの所要時間は1時間を切ります。これまで遠かった地域がより身近になり、道内の移動も活発になると思うので、将来たくさんの方が北海道新幹線でヤクモ出汁行列に足を運んでくださることと思います。新幹線、開業ということで、来ますけれども、新幹線が来ることでやっぱり人の流れが変わってくるなというふうに思います。ヤクモ町も新ヤクモ駅ができますので、観光の、観光客ですとか、経済的にも人の動きも出てきますので、この出汁行列にも遠くからたくさんの人が見に来ていただければなというふうに思います。北海道新幹線の開業後は、札幌や東京からもぐっと近くなります。新幹線はもっと北へ。鉄道運輸機構はこれからも安全に着実に工事を進めてまいります。